コウジュンです。で、隣に来ているこのなんかプロレスラーみたいなめっちゃ怖い人が、はい、自己紹介お願いします。はい、アラブータンバリン奏者の大石龍介です。はい、お願いします。あの、大石龍介ですって最初にもう名前を、聞いた時から、はい、もう強そうさだった大石龍介って名前がね、もう名前の時点でやばいだろうって思ってたのに、この写真見た瞬間この風貌だったからやばいなみたいな。もともとなんかツイッターかなんかで、そうですね、あの、とある芸能的な、うん、あのね、うんっていう、まあ、すごい素晴らしい方に紹介していただいたんですけど、うん、あの、タンバリンマジンの大石の龍ちゃんが来るよって言われて、その時まだ僕は知らなかったんですよ、龍ちゃんのこと。で、龍ちゃんってどんな人だろうってツイッターで見たらめっちゃ金髪でガタイ半端ないいい人がタンバリン叩いて、もう我が道行っとると、もう絶対この人怖い人やし、今日の集まり絶対俺ラリアットされるやつだってずっと言ってたもんね、それずっと言ってたやばいと思って、で、そのなんか飲み会みたいなところに、会場に着いたら速攻入ってきて、あ、こんにちはみたいな感じめちゃめちゃ腰低くここだよ、めっちゃ腰低いというか、まあいい人で、見た目と合ってないねみたいな言われたりする。あ、めちゃくちゃ言われますね。あ、言われる。俺も逆に言うと、この見た目がないと、うん、あの、ものすごく普通の人になってしまうというか。あ、そうそうだ、ね、なんかやっぱこう単純に目立ちたいとか、うん、そういうのがあったりして今こうしてるんだけど、うん、あと自分の内面のちょっとコンプレックスを埋めるためというか、うん、なんかそういうあれもやってたのね、昔の写真と昔の写真すごいんですよ、本当、卒業アルバムの写真。皆さん何か調べたら出てくると思うんで、よく見たら優しそうな顔をしてるんですけど、ね、ありがたいというわけで、あの、皆さん全然怖い人じゃなくていい人なので、あの、話を今から聞いていきたいと思うんですけど、はい、あの、同級生なんですよ、年ね、うん、実は、ね、実は同級生で絶対ツッコミ入るよねっていう、その、うん、同級生ですっていう話をすると、あの、年上っぽいっていうこと、そうそんなバカなっていう、よくなんかいろんなとこからツッコミがでも、あ、初めて会った時8個上ってまずは今どうやって生活しているというか、はい、普段どういうことしているのかっていうのを聞きたいんで、はいはいはい、そうですね、なんかそのアラブタンバリン、まあ、このレクっていう楽器なんですけど、この楽器で、まあ、一般的にはそのベリーダンスの伴奏とかアラブ古典音楽を中心にやってる方が多いんですけど、なんか自分は割とこういろいろポップスだとかテクニカルな路線とかいろんな方向に興味を持って、そっちのスキルを使って別のジャンルのところにこれで入り込むっていうことが結構中心になって、あ、そうです、今日 あのオープニングで流したポケモンも急にね、急にポケモンやろみたいな、例えばアイリッシュとか、うん、あとちょっと特殊なので言うと、あの、フラメンコの方たちと、うん、あと鼓動っていう、あと和太鼓の集団なんですけど、鼓動、はい、の方たちとコラボして、ノートフラメンコのコラボみたいな、ノートフラメンコ、ノートフラメンコっていう、めっちゃ見たい、はい、やつとか、結構、あとピアノボーカルとドラムとエレキギターとタンバリンとアコーディオンって結構幅広くやらせてすごい、どこにでも結構入り込めるんでね、うん、そうですね、楽器自体、まあ、向こうが、あの、許容できればっていうのももちろんあるとは思うんですけど、やっぱ低音が出たりとかはしないんで、あ、そうか、でもいろんなことができるし、あとは意外と溶け込みやすい楽器だとは思ってます、うん、you
始めたの。一番最初、一番最初はずっとドラムセットをやっぱドラムかやってて、途中で腰をなんか結構痛めて、でその間にこう、まあ、自然療法をやろうって、まだ若いから手術しない方がいいよって、はいはい、でその間こうもう本当に、立ってられない状態だったんで、もう寝ながらこう丸い楽器をこう叩いてたというか、一から楽器をやりたいなっていう願望はあったんで、うん、なんか YouTube とかで調べて面白そうな楽器でタンバリン見つけて、ドラムの専門学校行ってたんですけど、うんうん、当時廊下にあの、まあ、ドラムマガジンが置いてあって、南インドのタンバリン特集があったんですよ、うん、で、はい、カンジーラっていうタンバリンがあったんですけど、カンジーラ、はい、でこの写真を見て凄まじい動きが伝わるだろうかみたいな、分かんなくてYouTube で調べたら音程が変えられることを知って、ドゥ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 みたいな、これもうドラムみたいになるじゃんと思って、まずカンジーラっていうのを多分買ったんです。このくらいのタンバリンですけど、うん、でそうやっていくうちに、そのタンバリン博士って呼ばれてるあの田島隆さんっていう、もう もうタンバリンのものすごい人と出会って、その方はタンバリンを改造してこう2オクターブぐらい出るようにして、すごいスネアっていうか響き線をつけてこうドラムみたいにドンドンダンスダンってやってる方で、そこからなんかそういうタンバリンを練習してたんですけど、まあ、いろんなタンバリンすごいなってどんどん調べるようになって、やっぱレクが面白いなってなってきて、途中からレクにスイッチした感じです、ね。なるほど。レクのできることってめっちゃ幅広いさ、めっちゃ、うん、なんかドラムセットのバスドラムの役割、うん、スネアの役割、うん、ハイハットの役割みたいな、やっぱ全部そう含まれてるん、ね、うん、でなんかやっぱ特徴なのは同じリズムっていう、例えばアラブリズムとドパッパドッパって、ちなみにちょっとできるそれ、あ、できるよ、軽く、上手なのね、見たいですもんね、っていうリズム、気持ちいい、一番基本のリズムがあるけど、これの同じ1個のリズムに対するバリエーションが、音色が多いから、いろんなバリエーションがあるというか、みたいな、かっこいいもうかっこいいけどね。だからこう、まあ、ドラムセットもこうハイハットからライド行ってみたいなことあると思うけど、うん、この同じリズムの中で展開をつけていけたりとか、すごい、あとはサスペンデッドシンバル、さーってこう、あれみたいにこう、なんでしょう、曲線で表現できる、うん、みたいな展開を作っていける、うん、そう、非常にそれが面白いかな。なるほど、すごいな。タンバリンの話はもうとりあえず、うん、もういっぱい聞けたからどういう人間なのかっていうか、はいはい、僕あんま分かってない部分もあるんで、うん、あの普通のプライベートな質問みたいなことしてもらって、あ、バリ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 、普段とか、うん、まず音楽は何聴いてるのかって、やっぱそういう、アラブをラテンっていうか、そういう感じ。俺バラードをひたすら聴くっていう癖があるんですよ、うん、なんかそうなの、あんな幅広く音楽を聴いてるっていうよりは、うん、例えば気に入った1曲、アーティストの気に入ったバラード 2,3 曲をずっとループしたりとか、からビリー・ジョエルのピアノマンを一日中聴くとか、そういう一番好きなのはあの千と千尋のいつも何度でも、読んでいるで、あれがもう歌詞とメロディー含め全部もう大好き、あ、そうなんだ、もうずっと聴いて、マジか、うん、いつかタンバリン行った時ならそれ歌ってやべえやつやカラオケとか行くの？あ、行きますよ、行きますカラオケで何歌うのか、カラオケ筋肉マン違う、筋肉は歌わないけど、あ、でもドラゴンボール世代だからやっぱ、うん、あの影山博信さんとか、ね、あ、Z の歌とか歌ったりとか、うん、まあ尾崎清彦みたいな、アニメソングはやっぱ好きだ、アニソンは好きかもやっぱ、うん、でもなんかやっぱこうみんな盛り上がれる系ってなってくる、確かに、そう、確かに、チャラヘッチャラ歌ったらみんなわかるよね、そうなんで、ちょっと映像とかも流れたりするから、ね、ああ、そうそう、懐かしいなみたいな感じで他にもあれ、なんか楽器やろうとかあったりする、例えば弦楽器弾ける、全く弾けない、ね、全く一応やったことはある、やってみよう、なんか1週間ぐらいやったことはある、あ、1週間ぐらい少な、ベースとかだったらさ、あ、若干そのスラップとかだったらリズムが出るから、うん、そう、少しだけだけど、そのレック通ずるものがある気がする、ベースはすごいやってみたい、やっぱり、うん、ベースはいいね、うん、俺もベースやってみたかった、うん、あ、ぜひ やりたい、多分好きだと思うんだよ、ね、ちなみに髪の手入れって大変なんですか？いや全然大変じゃない、大変じゃない、めっちゃ綺麗だ、まあでもできてんのかなこれ、なんか基本的に伸びてきたら
あのリタッチしてるだけで、あのめっちゃ色綺麗、パーマも当たる。これは勝手にあの天然のやつ、天然のパーマ、天然のパーマ、そう、この髪のなびきとともにひげもなびきがあるもんね。スワン全体的になびいてる。髪を最初は伸ばして金髪にして、うん、だんだんやっぱ鏡とか見てると麻痺してくるっていうか、うん、ちょっとパンチねえんじゃねえかなってなってきて、ひげも伸ばそうだってひげも伸ばしちゃった。今までの写真とかさ、うん、見たらめっちゃ髪型変わってるよね、うん、すぐ変わる。鬼モヒカンみたいな、うん、めっちゃモヒカンの時も、うん、坊主もやったし、いろいろ話あるけど、もう喋りすぎて終わっちゃうかもしれないから、じゃあとりあえずもうこんな感じで、はい、リュウちゃんめっちゃいい人なんで、はい、これからレクだけじゃなくてちょっとリズムに関する動画とか載せてってくれると思うので、はい、大石龍介さんをよろしくお願いします。お願いします。なんか最後に挨拶みたいなのあったりするんですか？はい、挨拶一応自分がこう活動を通して学べたこととかをアウトプットして皆さんにお伝えしていけたらなと思うので、タンバリンじゃない方もぜひ見ていただきたいなと思います。ということでこれからも、R&G のチャンネルもよろしくお願いします。します、ありがとうございました。ドリが難しくてみたいな、まあ、いい音した。下の方いい音する、いい音するね。あ、そう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 、ツンツンみたいな、はい